皆さん、こんにちは。インスパイアのこたです。今日もユースリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、 ズームっていうものが今非常に流行ってますけど、じゃあズームが流行ってるからといって、まあ、このビデオ会議サービスをですね、えー、自分の会社に使いたいとしたら、どういう目的なら OK かということについてお話をしたいと思います。では早速ですが、こちらの方からご覧ください。どうぞ。はい、えー、全部でこれ11個かな。2、4、6、8、11個。 あげていましたが、ちょっと順番に説明していきたいなと思います。えー、まずですね、一番上なんですけど、一対一の電話をリッチにしたテレビ電話で使いたいのか。例えば今までお客さんとのやり取りとか、友達とのやり取りに、例えば電話を使ってるとか、例えば LINE とかのチャットを使ってるっていう場合ですね。で、それでもいいんだけど、もうちょっとその解像度を上げようと思ったら、 例えば、あの、音声を入れるのか、映像を入れるのかってした方が、より解像度が上がるし、当然それをね、ライブ配信生にした方が、さらに解像度が上がるわけですよね。このような形で使おうと思って、ズームを使うっていうのはありですね。その映像をつけたり、音声もつけるし、ライブ配信生ももちろんできるわけなんで、そのためにやるっていうのが一つありますね。これは、あの、お客さんとのやり取りも同じです。今までお客さんとのやり取りをメールでしていた、えチャット、LINE とかでしてたものを、 え、o o m 使うことによって、より、え、相手のこと、自分のことが伝わりますから、当然それで、え、制約しやすくなったり、売上につながったりしますので、まあ、例えば営業の方とかね、使うってありですよね。で、今営業ってなかなかこう、まあ、今自粛規制も緩和されて、 あの解除されましたし、ただまだ県外まだ行けない状態になっているので、県外に行くときに、このようなことを理由にですね、行けないので、ちょっとテレビ電話で話しませんかみたいな形でやってみると、今のメールや電話よりも随分とですね、やり取りが早くなるんじゃないかなと思いますね。2個目。 えー、複数人がすでに繋がってるサービスを通し使いたいのかっておうふう書きましたが、例えば、えー、日頃 Facebook でやりとりしてるとか、チャットワークでやりとりしてるとか、LINE でやりとりしてるみたいな、Twitter でやりとりしてるみたいな、何か繋がった状態がすでにあって、複数に1対1じゃなくてですね、複数にあって、えー、それ、その人たちとテレビデオ会議をしたいと。 思った場合、例えば LINE やってるんなら LINE のビデオ会議の方がいいし、チャットワークやったらチャットワークがいいし、それぞれの SNS のビデオ会議をやっていってもいいわけだけど、でもその人に Zoom に案内することによって、そっちでやってもらってもいいわけですね。要するに、え繋がってるが前提の人であれば、えメッセージ送ったり URL 送ったりとか簡単できるので、そういう人たちと、えー、まぁ、あ、一対一ではなくて、わちゃわちゃやるためにやるのか。 まあこれがいわゆるオンライン飲み会みたいなもんですよね。がこの2番目に当たると思います。で3番目に書いているもの。公開している SNS などを通して集った人と使いたいのか。 えつまりこれはオンライン飲み会っていうよりは、どっちかというとちょっと異業種交流会に近い感じ。だから全員知ってるわけじゃないんだけど、何か、こう、ある一定のですね、公開された情報をもとに、イベント情報をもとにですね、参加してみて、知らない人とはじめまして、みたいな感じで会話するために使いたいのかっていうのが3番目になりますね。まあ、異業種交流会と思ってもいいと思いますね。4番目、仕事の打ち合わせや商談の代替ツールとして使いたいのか。 ま、これは、あの、完全に、一番上の方は、どっちかってうとプライベートなんだけど、こっから下は仕事の方ですね。 あの、まあ、一番上で営業の話もしましたが、どっちかっていうと営業の話はこの4番目の方になりますけど、仕事の打ち合わせとか商談に使いたい場合、だったら自分の資料を見せたりとか、自分のやっている動画を見せたりとか、自分のお店を見せたりとか、そのようなこともできますから、両方で一つのものをホワイトボードっていうもので書き込んでやり取りしたりとかですね、そういうこともできますから、そのツールとして使いたいのかというものが4番目になりますね。 なので今までは会ってやってたの会わなくても世界中に、ね、わざわざ飛行機乗ってホテル予約して行ってたのが行かなくて今できるようになりましたね。この辺が4番目になりますね。で今度5番目。展示会やブースなどプレゼンツールとして使いたいのか。どっちかというと こう、なんて言うんですかね。あの、複数に3人4人とかの打ち合わせとかっていうんではなくて、自分がもう事前にこう構えてるとこに、見込み客になりそうな人がやってきて、何々っていうような場合ですね。それをオンラインでやるということなんで、オンラインで展示会やったり、ブースを開いたりとかして、もちろんそれは SNS やホームページやいろんなものを通して見に来てねっていう案内をしてですね。それは普通の展示会でも同じですよね。で、案内をして、その多くの不特定多数の人が 人に対してこんなものなんですって質問がいたらこれこれこうなんですって答えたりするのをやっていくっていうものがこの今まで展示会でやってたものですね。でもこれは例えばあのその画面に3人ぐらいいてですね。で一人は1人のお客さんに対してじゃあちょっとこれ個別で話しましょうみたいなでこの真ん中の人はじゃあ私やりますみたいな形でいうこともズームができるんですよね。これブレイクアウトっていう機能があるんですけど。 この機能を使うことによって、そのようなですね、分散してやっていくっていうこともできるんですね。こんなものもあります。それには、この展示会ブースなんの使い方には向いてるかなと思いますね。はい、続いていきます。 セミナーをフロントにした業種の代わりに使いたいのか。まあ、いわゆるですね、セミナー集客っていうものがあって、まあ、これいろんなものがありますけど、例えば僕みたいなコンサルタントもそうだし、えー、資料の方々、税理士さんとか行政書士さんとかもそうだし、例えば、えー、そうですね、なんかこう、印刷屋さんとか、反則物を扱ってる会社とかもそうだし、あと何がありますかね、えー、保険屋さんとかもそうかもしれないですね。まあ、あとはちょっと住宅屋さんとかね、不動産屋さん とととかかか不動産の投資でですね株とかですねまあ,あのこういうある程度の何か情報っていうものをこう事前に与えてえそしてそこで興味を持った人にじゃああとから打ち合わせしましょうみたいなちょっと個別で話しましょうみたいな形でやっていくようなものですねの方に Zoom っていうのはさっきの展示会とも近いんですけどどっちかというとこうマンツーマンでやるってよりは もうあの50人100人の人たちに対して同じ内容のまあセミナーをして、その中で終わったら質疑応答とか個別に話しましょうみたいな形ですね。なので、その打ち合わせレベルであれば、まあ展示会レベルであれば、まあいきなりこっちが3人しかね、あのいないのにお客さんが100人来たりしたら対応できないわけだから。 そういうのではないですよね。だから、この、関係が、どっちが何人ぐらいいるかっていう時に、セミナーの場合は、自分が1人に対して向こうが100みたいなパターンが当たるんじゃないかなと思いますね。これがあります。で、続いて、接客や教育に価値のあるサービス代わりに使いたいのか。まあ、例えばですね、わかりやすい方でいきますと、まあ、あの、えー、なんだろうな、えー、料理教室みたいな。 とか書道を教えてますとかダンスを教えてますとかヨガを教えてますみたいなものですね。これは人が人に対して教育することによって何かお客さんが喜んでもれるもらえるっていう価値がある。まあ、どっちかというと人に焦点が当たっていてこの人が教えるからこの人がイケメンだからとかこの人が可愛いからとかまあそういう理由でファンになってですねやっていくものがありますね。 あと、接客。普通の接客、例えば服屋さんとか、例えば宝石屋さんもそうだし、えー、何ですかね、靴屋さんでもそうだし、まあ、その接客っていうものを介して、コミュニケーションを通して、じゃあ次の服着てみましょう、着てみましょうとかですね。えー、こういうものとか、例えば占いとか、こういうのもそうですよね。えー、その接客を通してやっていくもの、 があるんだけどこれって今、その3密じゃないけど、濃厚接触になりがちだから、なかなかちょっとね、嫌だとか、アクリル板があったりとかって形になってるもんですね。こういったものを、今まではあってやってたんだけど、ズームなどを使うことによって、オンラインですることできますよね。だからこのような形で使っていくっていうこともあると思うんですけど、この辺はね、結構今面白くて、例えば料理教室なんかも、その料理を教えるものをもうズームでやってるんですね。 でそのためには、ズームで、じゃあ皆さん、あの今からキュウリを切りましょうとかって言って、えキュウリをもう事前にあのお客さんのところに全部送っといて、でそしてえ、じゃあ今からそれを切りますよって言っても、だから全部ね、あの食材を渡してるわけえ、もしくはレシピとかも渡しておくわけ。で、先生の言う通りに一緒にやっていくみたいな。で、つまずいたら声かけてね、みたいな。 形のものとかですね。じゃあ、ヨガで一緒にこんなポーズ取りますよ、みたいなんで、一緒に今から踊りますよ、音楽かけますね、とかね、こういったものとかができるものになりますね。はい、続いてはですね、店舗で商品を紹介した業種の代わりに使いたいのか。 ま、これは、あの、さっきの接客とも近いんだけど、どっちかといえば、商品を見せなきゃいけないっていう商売ですね。例えば、あの、住宅屋さんだったらオープンハウスみたいなものがあって、今までは来てもらって、商品を見せることによって、こうなんですよって言ってたとか、例えば車屋さんとかもそうだし、え例えばですね、うちはこんなもの扱ってます、みたいな形で、実際に見てもらって、え触ってもらってやってたもの。 で、こういったものは、接客という、その人のコミュニケーションっていうのに価値があるんではなくて、その商品そのものをどうやって伝えるかってなったときに、それを、あの、今までは写真だったり、えー、テキストだったり、ね、メールとかでやってたものを、これを動画にして、動画というか生にして、えー、テレビ電話にしてやることによって、まあ、リアルタイムに接客を通して商品を売っていくというものですね。こういうものに当たります。これらのものっていうのは、あの、ほとんどの商売、 いわゆるこう飲食店みたいに何かものを食べてもらうっていうところではなくてですね、結構あるんじゃないかなと思うんですよね。で、続いてなんですが、これ結構大事なんですけど、PC を介したサポートの遠隔サービスとして使いたいのかっていうのがあります。例えば、パソコン教室とかね、例えば、SNS の使い方を知りたいとか、 えー、例えば、えー、検索エンジンの広告の出し方を知りたいとか例えば、えー、何かこうチラシを作りたいとか、えー、例えばこうあの会計をやってるんだけどその入力の時の科目がわからないとかねなんかわかんないんだけどエクセルをさ触りたいとか こういった時のサポートっていうものを、今までは電話でやったりとか、あの、もしくは何かですね、もしくはパソコンが壊れたとか、パソコン壊れたらダメか。あの、パソコンの調子が悪いとかですね、えー、何か変なものが出てきたんだけど、みたいなものの、えー、遠隔操作っていうのができるんですね。これね、ズームのすごいとこはここにあるんですけど、 遠隔操作といってえ、僕が相手の画面を画面共有で見せてもらった画面に対して、本人の許可を得れば、その画面を僕が触るってことができるんですね。まあ、このようなことができるので、もう遠隔サポートはですね、これできる。もちろん今までもそういうツールは他のチームビューアーとかあるんだけど、Zoom はその、まず最初に始めましたって顔を合わしてね、 で、あの、何がお困りですかって言って、こういうことお困りなんですって、じゃあ画面共有しましょうって言って、今からあなたの画面触りますねっていうやり取りができるんですね。だから、そのパソコンを通して何か、えー、サポートするっていうことができるので、まあ、いわゆるこう、今ね、やっている商売の中のリモートワークでやっている商売の中でも、結構ですね、上司の方が部下の人に、わ、えー、からん、あの、ここでつまずいてんだけどとか、ホームページ作ってたらちょっとデ,デザインが崩れたんだけどって、どうやって直すの とかですねまあ、こういったようなアドバイスなんかもできるんじゃないかと思いますので結構ねあの有効だと思いますねこ。こういうものがあります。続いて 新しくライブ配信やライブコマースとして使いたいのか。例えば、ズームを使うことによって、YouTube ライブとか Facebook ライブとか、もしくは他のねライブ配信サービスもできたりするし、ライブコマース、何かインターネットを使ってジャパネットの方みたいに何かものを売ってみたいなことも、ズームでできるんですね。で特にその、 えー、Facebook とかと組み合わせることによって、えー、事前にフェイスブック上でつながっている人に対して、えー、Zoom で告知をしてやっていくとか、えー、もしくは、えー、Zoom で対談している様子を Facebook で見せるとかで、お客さんの声を今日はです、ね、あの対談で聞いてみましょうみたいな形でやって、でその声を Facebook とか YouTube に公開することによって、えー、他の人に見てもらうみたいな。 で興味あったら、あなたも質問あったら入ってきて、みたいな形で、ズームに入ってもらって、でそれを Facebook の人に見せるみたいなこととかができるんですね。でもちろん商品を売るときもチャットのところにリンクつけたりとか、皆さんがそういうならちょっと値下げしますよ、みたいな形で売っていくことなんかもできますね。 はい、えー。そして一番最後なんですけど、今までと違うビジネスモデルを構築するために使いたいのかと。まあ、これは、あの今お話ししたことも、今までの商売とは全く違う観点からですね、えーまあ、いわゆる Zoom を使うことによって、なんかそのオンラインキャバクラとかそういうものは、今までのものの延長でしかないんだけど、全く違うものでやっていくっていうことも、これからできるんじゃないかなと思いますねで。これはちょっとね、かなりノウハウ的なもんなんで、皆さんの前で話しませんけど、この、 なぜかというと、真似されますからね。アイディアってすぐ真似されるので、登記ーー取らなきゃ真似されるので、ぜひ皆さんもね、今までとは全く違う、ズームを使うことによって、今の切り口とは違うもので考えられたら、ビジネスモデルとしてかなり新しいと思いますので、価値があると思いますので、ぜひね、挑戦してみてほしいなと思います。これは、昨日紹介しました、いろんなテレビ会議のツールっていうのの機能が差があるんですね。 この機能の差っていうものをどうやって使い方と合わせてやっていくかって話になります。ぜひですね、自分の目的に合ったテレビ会議、ビデオで、で電話のですね、サービスを使っていただければと思います。インスパイアのことは明日、ありがとうございました。バイバイ。